平米の観音です。Thank you.
ポジション移動が綺麗にできたんだけど、最初はもうちょっと前ちょっとミスが多かったのと、最後のもちょっと強く弾くとこで、うん、それ弓を抑えすぎたかなという感じで、音がギシッとなって弾んでしまったというのもありますね。まあ、いろんなところに気をつけなくちゃいけないので、いろんなところに全て集中してないとどうしてもミスが出るので、まあ、ある程度集中しなくてもできるように覚えるっていうのも必要なのかもしれないですね。